どうぞ。どうぞ、ご質問。もうピッチャーとやりにくかったな。あ、ピッチャーね。あー、まあまあ、よくそういう、あれあるけど。そうかな。いや、あれ、だから今の時代ってさ、すごいっすよね。もう150キロなんていうのも当たり前。あの時代で、やっぱり一番速い、一応速いなっていうのはイラブっていうのが、ロッテのね、あのイラブっていうのは150、まあしょっちゅうじゃないけど、まあ、すごいっすよね。30年前行ったらプロ野球は140後半が、まあ速いピッチャーって。だから、どうなんすかね。そして大谷君が出始めた。今の高校野球でもそうだよね。150キロ放るピッチャー、どんどん出てきてるし、やっぱトレーニング方法も変わったり、だからこれがさ、あと10年 ?20 年先で、どうなんですかね。170キロってすごいだろうな。分かるの変わったんですよ。なんかな。だからあの時代ではやっぱ速いっていうのはイラブだったんだけど、あんまり嫌なピッチャーっていうか相性っていうのはやっぱあるんですよね。まあ今日オリックスワンがいるから絶対分かると思うんだけど、あの星野っていたでしょ。あの左ピッチャーの細い、ね、うん、そしてあの今中島監督が当時キャッチャーで、すげえまっすぐでも130キロ後半なんですよ。でただカーブがもう80何キロ90キロぐらいでバーンってしたボールだから、その差があるからやっぱり速さ、それを試合中中島今監督がさ、星野がポンってカーブ投げるとちょっとすっぽ抜けたんだね。そしたら素手で取っちゃったっていう。だからこれはその星野は全然いつでもこんなの打てるだろうって思うんだけど、何かね、結構2-3まで行くんですよ。だから星野も嫌なタイプだったらしいの。俺ホームランバッターじゃないからコツコツ当てるパイだ。だから星野はすげえ俺に打たれたっていうイメージはあるみたいだけど、俺はね、意外に打ってないの。だから考えさせられるピッチャー。だからカーブって、よしカーブ、絶対カーブって思って、よしカーブカーブって、よしと思っても、まだ来ないんですよ。そういう、そして、カウントボール2でよしバッティングチャンス、よしまっすぐって言ってまっすぐ行ったのかなと思ったらカーブが来たり、普通は速い150キロのボールを待ってて変化球に対応するっていうのは本来の基本的なバッティングスタイルなんですよ。それはそうですよ。遅い球待ってて150キロ来たら絶対反応はできませんから、速いボールを待ってて変化球に対応しなきゃいけないんだけど、星野の場合は遅いカーブをイメージしてるんですよ。遅いカーブをイメージしてまっすぐ来ても間に合うんですよ。だけどちょっとポイントずれちゃうからファールになっちゃって2-3だとか。だからね、考えさせられるピッチャーだったな。それでこう俺の一つの自慢話でさ、さっき話してたのも俺飲むから、その前8分打ってるんですよ。なんで飲むって、まっすぐとフォークボールの2種類しかないんだから。だから、いくら速いボールが来てもプロだったら分かってれば、まっすぐって分かってれば対応できるんですよ。そしたら飲むの場合、こうやってセットポジションの時はちょっとあれなんだけど、こうやってトルネードでクッて行った時に俺には見えたんですよ。こうやって行ったら、最後お尻のところにグローブのさからちょっと小指がチラッと見えた時にフォークなんですよ。終わって思ったら、あ、フォークって言ったから、フォークだったらフォークで時たまストライクあるけど確率的にボールじゃないですか。ボールなんですよ。だから打ちに行く格好して全部見逃しちゃうんですよ。そうするとワンスリーだとかすごいバッティングチャンスになるから、そうするともうまっすぐだから、分かってれば捉えれる確率が高いから。大丈夫ですか、ご質問の方は。ちゃんとこれで答えになってます。でも自分が今このピッチャーすげえなって。今、佐々木朗希。だけどね、俺もその誰だったかな、同じ世代でやった、あの辻監督ね、この間まで西武の監督やった辻さんだったかな、誰かと昔話した時に、いや今のピッチャーすごいですねって今言って、150キロもうすごいよな今のって言った時に、いやいや我々がもし今の時代に
やっていたならば絶対対応できるって。あ、なるほど、そう思うな俺。だからさ、どうしても打率っていうの出ちゃうけど、だからさ、今で打たないやつもいいじゃん、プロじゃねえだろ。あ、俺そう思うな。あ、やっぱりね、2割とか言ったら試合に出るなよって言いたくなるな。やっぱり2割5分っていうのは最低誰でも打てる、ずっと試合に出てる選手だよほぼ。なんで4回に1回ぐらいヒット打たなきゃプロじゃないでしょ。当然計算してたもん。とにかくまず毎試合まず1本っていうのはまず目標にしてて、うん、それでフォアボールで逃げれば2打数1安打で5割でしょ。あ、だからそういう計算してたもん。やっぱり嫌なピッチャーっていう時にはなんとかフォアボールで逃げ切って、そんなのあった。残念ながら首位打者なんか取れなかったけどさ、でも俺、最後はサード、ショートからサードやったりしてたんだけど、そういうのやってたよ、昔は。あ、やってたんですね。面白い話でさ、あれですよ、オリックスファンなんで分かるけど、ね、あの俺同級生の松永って史上最強のね、スイッチヒッターっていい、すごいいい選手いたわけ、同級生でね、オリックスから最後大変、そして誰だったかな、あの時ロッテの高澤さんだったかな、松永が誰かと首位打者争いしてたんですよ。ね、ね、それでもう優勝決まってたんですよ、西武に。そして残りの3試合が日本ハム戦あって、試合前松が広瀬俺サードやってたから、それなかなか狙ってはさあれだけど、もちろんね、神戸のスタジアムだったらわからないんだけど、東京ドームだと俺がサード守ってると正面が日本ハムのベンチや、一塁がだから内野守備コーチは丸見えなんですよ。ね、そうすると守備コーチが、今度もコーチもこいつやってるなって、そんなのはこうあったな。駆け引きがあったんですね。そう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 。いろいろ素敵な話をありがとうございます。松さん大丈夫でしょうか。心のメモにでも、あの、はい、刻みたいて、はい、ありがとうございました。以上で質問コーナーは終了となります。あの、後半戦も先生お願いします。疲れて汗かいて大丈夫ですか。うせえよ。